はい、ネイルドットコムです。今日はですね、皆さん大変お待たせいたしました。ジュークストアさんから出ている福袋の中のベラフォーマのカラージェル12色やっていきたいと思います。それではですね、今日塗っていくベラフォーマのカラーですね、006番シャレット、027番シフォンラベンダー、042番グレージュユー、047番シアーブラック、098番ベージュオークル、シャープ02、152番エメラルドミスト、180番ムードオリーブ、225番ジュエリーワイン、232番ココダーク、245番クレマティス、252番ラルム、263番スノーラグドームです。その他福袋に入っていた被っているカラーはこちらですね。こちらのカラーは画像の方で皆さんに見ていただければなと思います。それではこちらのシャレットから塗っていきたいと思います。シャレット2度塗りしてみたからこんな感じになっています。結構ね、オーソドックスな赤、こう検定のジェル検定初級とかでこう赤ってあると思うんですけど、それで使えそうな感じの赤っていう感じですね。シャレドアさんの赤ポリに似てるなっていう風に感じました。結構明るめの赤ですね。使いやすいカラーだと思います。フレンチにしてあげてもいいですし、いろいろな使い道があるようなね、赤かなという風に感じました。027番シフォンラベンダー、あの結構こう、なんだろうな、紫感がすごい強いっていうよりかはパール感が結構強くて、なんか塗る時にハケ跡とかそういうのが気になっちゃいそうなこうカラーだなというふうに思いました。ただね、あの結構こう塗布量多めに取ってあげて、ハケ跡そんなにかけないでサッサッサッって感じで塗ってあげて、あとはセルフレベリング待ってあげれば結構チュルンとした感じに仕上げることができるので、そんなに塗りにくいカラーではないんですけれども、紫感がねそこまで強くないっていうのもあって、使いやすい感じのカラーだと思います。ただこれ一色でこのまま使うっていうのだと少しもったいない気がするので、何かこうカラーの上にシアー感を生かして薄くのせてあげたりとか、そういった使い方していくともっと使い道広がるんじゃないのかなというふうに思いました。次はこちらグレージュユー、優勝、これは絶対大優勝、かわいい。あのね、本当にあのかわいい、すごく。グレージュユーのユーが何なのかよくわからないんですけど、これね硬さが 1.5 ということで少し柔らかめになっていて、グラデーションとかもすごいやりやすそうな感じのテクスチャーでした。これはね本当にね、あのおすすめ。次はこちらシアーブラック、映像で見ると結構暗めに見えてるんですけれども、そんなこともなくて割と抜け感がしっかりとある、あの本当にねシアーブラックっていう感じの色だと思ってもらえればいいと思います。私的にはこれ2度塗りで今こんな感じなんですけれども、1度塗りでこのぐらいが良かったなっていうふうに思いました。もうちょっと濃い感じでも良かったかなって。ただ多分これあんまり黒入れちゃうとムラ感が目立っちゃったりとか、シアー感っていう部分がうんって思う部分があるのかもしれないので、このぐらいの方がもしかしたら使いやすいのかなと。アートの上に重ねて使うっていう方だと少し薄付きからは離れてしまいそうなので注意が必要かなと思います。次はこちらベージュオークル02、あ、すごい、ベージュオークル02塗ってみるとこんな感じのカラーですね。かなりこう明るめのイエローベージュ系と言いますか、こんな肌の人本当に世の中いんのって思うぐらい、あのすごい色が白くって、まあ、ただいるんですけど、私ちょっと肌が汚いのでなんかすごい白っぽく見えてると思うんですけど、これちゃんとベージュです。イエローオークル系の多分一番明るいファンデーションとか使う人だったらこれ似合うのかなっていうような感じのカラーですね。次はこちら152番エメラルドミスト塗っていきます。
って待って待って待って、めっちゃくちゃ緑が綺麗、すっごい綺麗な緑のクリア系のカラーっていう感じがしております。これの上にねシアーブラックとか重ねるとね、一気にねこうねなんかね、陽と闇、空と闇みたいな、あのねなんかね、とりあえずめちゃくちゃいい緑です。これもマジですぐにでもサンプル作りたいぐらいめっちゃいい緑だなというふうに思いました。次はこちらムードオリーブ塗っていきます。なんか結構くすみ系の黄土色っぽい感じっていうのかな、カーキっぽくもなるんだけど、こうカーキに黄色を足したっていう感じの色味想像してもらえれば近いかなというふうに思います。結構ね秋っぽいカラーなので、これからの時期っていうよりかはね秋にあったらすごい良かったなっていうふうに思っております。次はこちらジュエリーワイン。私ベラファーマさんのジュエリーシリーズすごい大好きで、他のカラーも使ってるんですけれども、うちのサロンのお客さんとかでも結構気に入って使ってくれてる方が多くって、ワンカラーで使用したりカラーグラデーションで利用したりとかするお客様が比較的に多いです。特にこうグラデーション向き、すごくグラデーションにしやすくって、なおかつカラーとラメが中に入っているので本当に見え方もすごい綺麗なので、私は大好きなカラーで、このジュエリーワインは今まで使ったカラーの中で言うと結構濃いめのカラーになるので、私的にはすごくいい色だなというふうに思います。他の部分は肌なじみのいいベージュ系のカラーグラデーションにしてあげて、 1,2 本このジュエリーワインを使ってグラデーションにしてあげたりとかすると、ここがねすごくこうポイントになって目立ってくれて可愛いなというふうに思いました。次はココダーク。これあれじゃない、あの今流行りの韓国ネイルとかでこう使いそうな、あの周りをキラキラさせる感じのなんか上品なラメじゃない。あのねめっちゃ綺麗、このラメすっごい綺麗で、すっごい可愛いです。爪の周りにラインとして入れてあげてもめちゃくちゃ可愛いと思うし、グラデーションにしてあげてもめちゃくちゃ可愛いと思います。めっちゃ可愛い。クレマティス、結構くすみ系のブルーっていう感じがします。で一度塗り目のシアー感がめちゃくちゃ綺麗で、あのこれもねまたなんかこうニュアンスで使いたいなって思うような感じがしたんですけど、二度塗りしてみると結構はっきりくっきり色が出るタイプだったので、これグラデーションやったらめっちゃ可愛いんじゃないのかなっていう風に感じました。ラルム、何これ可愛い、え待ってめっちゃ可愛い、かわいい、夢かわいい感じで、ね、なんかこんなアートに使いますよみたいなのが全然思い浮かばないんですけど、ただただかわいい。このねブルーの中にすごいねこうピンクのねラメが入ってて、こうふわーって光る感じがねめっちゃかわいいなって思ってます。172番っていう爪の表面をオーロラパウダーとか使った時みたいな輝かせ方をしてくれるジェルっていうのがベラフォーマさんから出てるんですけれども、それとちょっと同じような感じで一番下に1層こう爪の表面に薄く入れてあげるのもめっちゃ可愛いかなというふうに思いました。最後はこちらスノーラグドール塗っていきます。わかる？え、なんか中にいっぱい入ってる何かが、スノーラグドール二度塗りしたからこんな感じですね。どの向きで見てもらうのがわかるかな、こう結構表面ボコボコしてるのわかりますかね。中にオーロラフレークみたいなものがたくさん入っていて、それがね乱切りでいろいろなサイズのものが入っていて、結構こうでボボボボボってしやすい感じのジェルだなというふうに感じました。
このジェルは爪に厚めに一層乗せてあげて、こうボコボコしているところランダムにこういろんなカラーをね入れてってあげると、こうたまりやすい場所とたまりにくい場所で色の違いが見れたりとか、それをクリアカラーにしてあげると下からこのオーロラフレーク、この輝きが出てきたりとかするので、それが可愛いかなというふうに感じました。全部塗ってみたカラーはこんな感じになっています。はい、というわけで皆さんいかがだったでしょうか。私的には今回出たのココダークとグレージュユーが本当にすごくいいカラーだなと思いました。これはね、多分ね絶対当たりっていう風に思っております。本日使用させていただきました商品、概要欄にリンク貼っておきますので、そちらからぜひぜひご覧になってみてください。はい、では本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ネイル.comでした。